木島平村の旬のものなんでしょうか。今回は巨峰ですね。出ました、巨峰。木島平村の巨峰の特徴ってどんなところですか。はい、みずみずしいのはもちろんですけど、ジューシーで甘くてとっても美味しいブドウですね。はい、早速いいですか。はい、どうぞ召し上がってみてください。さあ、ご用意いただきました。まあ愛らしい。じゃあ早速いただきます。はい、どうぞ。わー、巨峰だ、巨峰だ。お、本当に宝石みたい。いただきます。どうぞ。あ、もう果汁があふれんばかり。甘い。よかったです。あ、美味しい、はい、もう果肉もしっかり、はい、美味しいですし、果汁がもう口いっぱいに甘さが広がって、やっぱ巨峰ですね。うん、美味しいです。秋の味覚ですね、はい、いいですね、はい、いつぐらいまでありますか。そうですね、まあ、天候にもよるんですけど、10月いっぱいはあると思います。はい、他にもいろいろ種類あるんですか。そうですね、あとシャインマスカットですとか、あと黄玉という種類とか少しですが入ってきますので、はい、よろしかったら食べてみてほしいなと思ってますので。はい、今後から気づいたんですけど、種がない。はい、巨峰種ありますよね。そう、種ないのもあるんで、今回というかうちで出しているのは、はい、あのないものだけなので、はいはい、食べやすいですね。食べやすいです、はい、ぜひご賞味ください。食材市場樽川、観光客だけでなく村の人たちも利用する農産物直売所です。木島平村やその周辺で生産される農畜産物やその加工品などの直売を行うほか、年間を通して季節ごとに旬な木島平の農産物を取り揃えたイベントが行われ、観光客の人気スポットとなっています。